名前は新井ふづきです。職業は現代アーティストをしています。主に絵画を中心とした作品を普段制作しております。子供時代は足の病気でして、だいたい一人いつも広告のチラシの裏は真っ白ですので、そこに鉛筆で絵を描いて過ごしていました。とても内向的な性格でした。それからそのまま美大に進学するんですけれども、進学先である多摩美術大学でダンスに出会いました。ダンスに出会ったことによって、内向的な自分から外へ外へと向かう性格にシフトしました。もしかしたらこれは絵でも世界中の人と発信してつながれるのではないかと思って、それをきっかけにして、ダンスからアーティストに転身を決意しました。ダンスの流れというのは絵に活かせるんですけれども、無意識で踊ったその軌跡がそのまま絵の流れになっています。全てはつながっているということを意識した時に、強く現代アーティストになった方がいいかなと思いました。人とのつながりで一番感じたのはフラワープロジェクトという活動です。東日本大震災が起こった時にボランティア活動を始めました。東北の方ですと、その仮設住宅に住まう人たちが元気がないということで、僕は何かアートで貢献できないかという思いで活動を始めました。まず僕は似顔絵を描いて被災地を巡りました。メイキャップアーティストさんが女性の顔をきれいに化粧した、その後にまたきれいに描いてくれるととても喜ばれる、でそういった相手に対しても喜んでいるということで、僕は活動を始めています。そこから宮城県石巻市にある仮設住宅の壁に絵を描きました。そこでは100名のボランティアと一緒に壁に一面大きな竜のつながりを持つ絵を描きました。そういった存在をモチーフにすることで、住民たちも力強くこれから生きてほしいという願いを込めて制作いたしました。最終的に住民の人たちと竜の絵を描いたんですけれども、最後に目を入れた瞬間に本当に感動して、抱き合ったり肩を組みながら皆さんで笑顔になって竜の絵を完成することができました。その時思ったのは、与えると思っていたものは実はもらっていたんだということです。私たちは何かを与えようとしていたんですけれども、笑顔だったりそういった貴重な体験を持って、僕たちはいろいろなものを受け取って帰ってきました。フラワープロジェクトというのはそういった思い出深い作品です。そもそも自分に必要なものというのはすでにあると思ってます。それは僕もそうですし、皆さん一人一人が全てが完璧な状況にあると思っています。あとはそこに備わっているか気づくかどうか、そこが重要だと思っています。自分の中で印象的な作品は、まずピラミッドがあります。これはエジプトに旅行に行った際に制作したものなんですけれども、ギザの三大ピラミッドの中でクフ王が眠るとされるピラミッドに行きました。そこでは門番が両側に2人ほど配置して、そこには銃みたいなマシンガン状のものを抱えて待ってるんですけれども、着いた瞬間に僕の顔を見てこちらに通りなさいというジェスチャーをするんですね。でその時に私はお金がないっていうことを伝えても、そんなのはいいんだと、お前はこの中に行くべきなんだということで奥の部屋に通されました。部屋に到着したら壁一面に象形文字が描かれていた部屋に通されました。そこでは中央に猫の銅像が配置されていました。僕はその猫の銅像を見た瞬間に声が聞こえたように感じました。その声はというと、君の使命を全うしなさい、つまりそれは自分のやるべき使命を全うするためにこのわざわざエジプトまで来たんだろうということを伝えているようでした。それからは自分の意識をしっかり持ってホテルに戻った後は絵を描いてみました。ホテルのベランダに椅子とテーブルがあるので、その上に用紙を広げて
絵の具と筆で絵を描き始めました。すると自動書記のように自分でも圧倒的なスピードを感じながら一気に描き上げることができました。それがグレートピラミッドという作品です。見えないものとつながっていて、その作品は生まれたと思っています。僕にとってのアートの醍醐味は、自分が思いっきり信念を持って作った制作作品を世の中にポンと投げると、それが論争の的となることです。世界とつながりを感じた作品はムーンです。まず僕の作品を一番最初に買ってくれた女性がいます。その女性はドバイの外交官です。その女性は展覧会に僕を誘ってくれました。その展覧会というのはアラブと日本の芸術友好のための展覧会です。まず彼女は僕にオーダーをしました。彼女のオーダーはアバヤを着た女性を描いてほしいというものでした。ただ僕の考えでは、そのアバヤの女性だけを描いたとしても、それは芸術作品にはなり得ないだろうと思いました。この太陽系は二律背反で成立すると考えているので、アバヤの女性を描くならば、右手に男性の剣、ハンジャールを持たせて、男性と女性で調和を取ろうと考えました。それから日本とアラブの間で中立的なモチーフを探しました。それは月です。月というのは日本では竹取物語で代表されるように、またイスラムでは月はラマダンのタイミングを知らせる重要なモチーフでもあります。その月を背景に絵を構成して、アバヤを着た女性、その手には剣を持っている、そういった絵を制作しました。おかげさまでその絵はオマーンスルタン大使館からアラブ日本友好感謝賞をいただきました。ムーンの制作をすることで世界のつながりを持ったと確信した活動になります。創作活動の上で影響を受けるものは、まず一つに自然があります。単純に川のせせらぎですとか、まあ、空の青さですとか、朝日の強い光、夕日の美しいオレンジですとか、まあ、もちろん森の中に入った時に森林から感じる生命力であったり、木の文様といったものには非常に絵の表現として刺激を受けています。自分の中で生命力を感じた作品は光の富士になります。光の富士を制作するきっかけとなったのは、富士山に登って日の出を見たということです。つまり御来光を見たということなんですけれども、登頂する前に前日山小屋まで登って泊まりました。でそれから夜の夜中3時に起きて頂上まで登りました。そこから朝日を見たんですけれども、でそこにあるのはやはり圧倒的な生命力でした。でそういった生命力の塊である富士には、富士自体が一つの生命体のように感じています。富士といっても自然のものではなく、さらに人工的なものも半分は入っている印象を受けました。そこからたどり着いた創作方法は、やはり四大元素だと思っています。
正確に言うと四大元素に加えて光があると思っています。四大元素というのは火と水と風と地プラス光です。光っていうのは魂のことでもあります。それが地球上ないし宇宙銀河すべてを構成する最小単位だと考えています。今回の銀河文字展の内容なんですけれども、主に銀河文字シリーズが展示されています。どうも佐野考えて脳みそを使った作品というのは僕は興味がなくてですね、より右脳直感型の思考、直感型のインスピレーションで出たものをそのまま転写するようにしています。やはり直感で下ろしてそのままイメージが転写できるっていうことが体得できたのかなと思っています。思考で作られた作品っていうのは限界があると思っています。直感型で下ろした作品はダイレクトなパワーを持っているので、その作品自体が生き生きして見た人も同様にパワーをもらえたりすると考えています。これからのテーマや創作活動を考えますと、目の前に起こっているものは全て自分の鏡だと思っています。自分の思考の状態が現実化しているだけです。そこでどう行動するかで自分が本来行きたい方向へ導いてくれると思ってます。僕の作品は全てがつながっていると思ってます。ダンスは踊った軌跡の中に絵が反映されますし、ホラ貝を吹いてエゴを抜いた後にそのさらに絵がクオリティ高いものになると思ってます。なので全てがつながっていると信じています。